いいよ、そのままでいい。神仏お絵かき YouTuber のせいちゃんの今日の一冊のコーナー。はい、年間読書は300冊以上、山形に住む元農刊誌、神仏お絵かき YouTuber のせいちゃんこと加藤誠一がおすすめする今日の一冊でございます。せいちゃんがね、今日ねおすすめしてくれるのはですね、超集客力革命、人気美術館が知っているお客の呼び方という本です。まあ、ジャンルとしてはですね、ビジネス書だとか、あとまあ教養に なるんですが、カタカンシュ書店から出ていまして、著者は美野豊さん。まあ、この方ね、石川県金沢市生まれ、現在は兵庫県立美術館の館長をされています。ハーバード大学大学院美術史学部博士課程修了、同大学の文学博士号も取得して、カナダ・モントリオール美術館東洋部長、アメリカ・インディアナポリス美術館東洋部長などを歴任されておるんですね。で、金沢21世紀美術館の初代館長時代には年間150万人の入館者を集めております。大阪市立美術館名誉館長、金沢21世紀美術館特任館長などをこうね、されてるんですよね。で、まあ、この本の概要なんですが、この本を紹介する理由はですね、前回取り上げた森美術館広報の堂田貫真一郎さんの書かれた本、シェアする美術の中で、金沢21世紀美術館との間で交わされたユニークなコラボに興味を持ったからです。そのコラボとは、森美術館で開催されたレアンドロ・エルリヒ展のプール割です。プール割とは、金沢21世紀美術館に常設展示されてあるスイミングプールで写真を撮り、その写真を受付で提示すれば割引になるというキャンペーンでした。これ、実はすごいことだと思います。本来はライバル関係にある美術館同士の奇跡のコラボです。これが実現した理由は、レアンドロ・エルリッヒという一人のアーティストの作品であるのは間違いないです。しかし、一方で、初代館長であった美野豊さんが取り組んだ功績の大きさも、本書を通して伺い知ることができました。この本の初版は2012年で、今から8年前にはなりますが、その集客マインドやマネジメント論は今も通用すると思います。本の要点をざっくりとまとめれば3つです。1、金沢21世紀美術館を成功させたノウハウで、行政や企業を巻き込んだ兵庫県立美術館の企画内容とマーケティングの紹介。2、美術館の館長職は名誉職では務まらないとし、現場に出向き、実際に経営マネジメントをするという姿勢を提示する。3、海外の美術館をサンプルにして、美術館が街を元気にするためには、地域や教育、デザインと美術がどう関わり合うか述べていく。以上、この3つを読み取ることができました。マーケティングや集客に関して、日米の主要な美術館を渡り歩いた著書らしく、非常にグローバルな視点で取り組んでます。特に、海外の美術館は、日本のような公立運営ではなく、財団法人が運営母体となります。事実上の美術館トップである館長には経営スキルが必要になるらしいんです。館長になるためには MBA を取得するところは非常にアメリカらしいと思いました。集客を考えるときにいかに地域を巻き込み、日本人の美術アレルギーをなくす努力をするか。美術館が教育分野で教えていけることはたくさんあると筆者は語ります。地域の方がこの町には美術館がありますと胸を張って言えることで、国際的な発言が必要になる場面で、日本人としてのアイデンティティも高まり、発信を促進できるようになると思われます。その他、第6章、お手本にした小さい魅力的な美術館の項で、アメリカの美術館の紹介があります。そこを読んでいると個性的なアメリカ美術館を育んだストーリーが見て取れます。この本は全編を通して、集客力は美術館の存在価値を証明する物差しの一つという結論にたどり着くまで非常にわかりやすく書かれております。ということでした。
私ね、この前回紹介されたシェアする美術を読んだんですけどもね、これもね、非常にね、読みやすい本でした。なのでね、この本もちょっと興味持つんですよね。で、私もその美術館や博物館に行くのはね、まあ好きなんですけど、なかなかこの機会がなくって年に1、2回に留まってるんですが、まあきっかけはね、中学生の時に学校から大阪市立美術展で開催されてた日展をですね、いや学校から行くんですよ、これね。だから3年間行きました。で、そこでね、出会った東山魁夷のね、日本画に引き込まれたんですよね。で、中学を卒業してからもね、20代の前半ぐらいまではね、毎年この日展を見に行ってました。で、まあ、東山魁夷さんの、まあ、作品もそうなんですけど、今でも覚えてるのは、タキシードを着たドクロと美女がね、踊っている絵なんですよね。いや、もう誰が描いたかも覚えてないんですけども、で、まあ、見に行った時には気に入った絵はね、まあ、ポストカードとしてね、購入したりとかもしてました。いやー、また見に行かなあかんわ。いや、皆さんもぜひね、近くに美術館があれば、ちょっと足を運んでみてはいかがでしょうか。今日はですね、美濃豊さんの超集客力革命、人気美術館が知っているお客の呼び方を紹介しました。せいちゃん、ありがとう。